仙台市でも昨日の夜、犠牲者を追悼するキャンドルナイトが開かれました。青葉区の高等大公園では昨日午後5時ごろ、およそ2000個のキャンドルが灯され、願い未来への文字を描きました。この震災という出来事を風化させないためには、あの日のありのままを伝えつなげていかなければいけません。今の高校生はまだその当時は本当に生まれたばかりの子供たちが多かったと思うんですけど、頼もしいと思ってます。キャンドルの紙コップには地元の小学生や訪れた人たちのメッセージが書き込まれ、会場は追悼の明かりに包まれました。